治れー。治った？めっちゃ揺れてる。おお。ベッドから出たぞ。怪獣じゃねえかマジで。怪獣。大丈夫大丈夫？大丈夫カワラ女王。床ずれとかしてない？なんか身も心もすっきりした気分だわね。一体どうしたのかしら。女王様の心の病をこの者たちが治してくれたのです。これでもう女王様は食べる欲望から解放されることでしょう。あらそう。でも相変わらず美味しいものは食べたいけど、でも不思議ね、前ほどは我慢できなくはないわね。安心いたしました。これでババナシアも再び元の姿によみがえることでしょう。そうね、これで私もバリバリ働けそうね。女王様、この者たちにお礼をせねばなりません。いかがなさいますか。あら、確かにそうね。坊や、何か欲しいものあるの？来た来た来た、許可証ですね、出航許可証。はい、女王様、一つだけお願いがあります。あら、なに？船を貸してほしいんです。船？え、ダメなの？あー、南の海に置いてたプカプカのプカプカ船な。いいわ、どうせ使っていないし、プカプカはあなたにあげる。プカプカって可愛いな。ビッキーニの管理人に力になってくれるようお手紙を書いてあげるわ。お、魔法使えるんじゃん、すご。ありがとう。本当ですか、ありがとうございます。お、儲けたな。でもあなたのような坊やが海に出て一体どこに行こうというの？はい、やった、ゲットした、出航許可証ですね。ありがとうございます。それで質問のお答えは？あ、話したい。うん、僕たちは賢者様を探しています。賢者様？あら、前に聞いたことがあるわね。クラン、あなた知ってる？はい、ですが魔法が使われなくなってからはどこかに姿を消したと言われています。それであなたたちはその賢者様に何のご用なのですか？賢者様に力を借りたいんです。黒い魔導士ジャボを倒すために。何か。ビビってるね。面白いわね坊や、その澄んだ瞳は本気だわね。では話してあげる。私の知っていることを。え、なんか重要な秘密でも握ってんのかな。本当ですか、聞きたいです。この世界に賢者様は4人いたわね。4人のうちの1人はジャボーにやられてしまったと聞いているわ。アリシア様のことかな、それは。1人っていうのは母さん。でも私の知っている賢者様はあともう一人いるわね。え、
お？もう一人の賢者様は私の嫌いな軍隊の国防具帝国にいる。防具帝国、それがかなりの美男子なのよそういえば私もブロマイドを持っていた。あれ美男子って読むんじゃないの？美男子って読むの？あれななんだ、だだと思ってたんだけど。え、ほんと美男子なんだあれ。へえ、知らなかった。クラン、え、顔写真持ってるってこと？これでミハなんか、どんな感じ？お、お、え、イケメン賢者様。俺は完璧な手がかりができたやな。てかさ、ジブリでイケメンな方の感じのタッチの絵だね、これね。ブロマイドを手に入れた。ファンみたいじゃないか。じゃあ最後に旅に役立つ魔法を私からも教えてあげようかね。ジョー様も魔法が使えるんですか？専門の魔法使いのようには使えないけどね。王族のたしなみ程度には使えるわ。ゴロネールの王なんかも同じだったはずよ。はい、ニャンダーローからも便利な魔法を教えてもらいました。私の魔法はもっと便利なはずよ。はい、これね。なんだろう、トーカー。動物や植物と話せるようになる魔法。お、便利そうだねこれね。ヘビーウェイト、特定の対象を重くする。へえ。おお、こりゃなんともごっつい魔法やな。オリバー、やったね。うん、お役に立てた。めっちゃ立った、めっちゃ立った。じゃあ気をつけてね坊や。はい、ありがとうございます女王様。はい、それではビッキーニに戻って、まあ許可証もねゲットしたことだし、船に乗って別の大陸に向かいましょう。はい、というわけで港町ビッキニに戻ってまいりました。さあて、まずは船長に挨拶やな。すぐに船に乗るならもう水着には着替えなくてもいいかな。慣れちゃうと楽でよかったけどね。出航の許可証も手に入れたし、今度こそ大手を振って船乗れるで。賢者様の手がかりももらったしね。それにしても意外だよね、こんな人が賢者様だなんて。パパよりもずっと若くて男前やな。でも早く防具帝国に行かなきゃ。まずは船長のところに行こう。あ、泥棒いた、泥棒いた。へへ、もらったぜ。まさか出航許可証パクられた？これパクられたんじゃないこれ。あ、あいつ、わ、ブロマイドがない。ブロマイドは別に良くない？え、あ、許可証もないよ。どっちも盗まれたんだ。なんやて、すぐ追いかけて取り戻すんや。あんにやろうマジで。いらん仕事増やしてくれますね。どこ行ったんだろう。船の方ですね。さあ向かっていきましょう。まったくもう、なんで意地悪するかな。こっちは穏便に済まそうと思ってるのに。あ、あいつ船乗る気じゃないマジで。あ、見てあれ。だからとっとと船を出せって言ってるだろ。お前さんが女王様の出航許可証をね、どうせ盗んだものなんだろ。うるせえ、許可証狩りは乗れるんだろ。さっき渡しただろうが。いいからレカ大陸まで乗っけろよ。おいおい、何をそんなに焦ってんだ。理由でもあんのか。会わなきゃならねえんだよあいつによ。あいつ、ああ、あいつの国がよ面倒なことになってんだよ。だから俺が行かなきゃならねえんだな。頼むぜ。お前さんこの町で有名な泥棒だろ。そんなやつ乗せられるかよ。そう、あいつにもしものことがあったらてめえをただじゃおかねえぞ。だからそのあいつって誰のことなんだよ。うるせえうるせえ、さっさと船を出しやがれってんだ。ダメだよそれ、僕たちに返して。ちっ、もう来やがったか。おお坊主、ん、もしかしてこいつの許可書、坊主たちのもんなのか。はい、そうです。今さっき盗まれたんです。なんてこった、お前本当に女王様から許可書を。くそ、ダメか。あ、あれ、もやもやしてる。これボスじゃね。
あいつのためだ。帝国に行かなきゃならねえんだよ。なんだ?オリバー気付けや。そいつまとめはないで。この黒い霧、ナイトメアだ。ナイトメア?オリバーどういうこと?マル気をつけて、襲ってくるよ。うん。やばい。回復しなきゃ。回復しなきゃ。MP がないんだけど。マジ MP ないんだけど。ずるい、いきなりボスは。これずっこいね。まあ一回全滅してもいいけど、さすがにこのボスはね、予期しない展開だった。うわ、出てきたよ。ジャイロメア、我慢を喪失したもの。まずいな、これ。MP ないんだよ、こっちは。逆恨み?なんかやばそう。守れ。オッケー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 。オッケー。よし、セバ MP 回復して。いいねいいね。結構食らってるじゃん。よしよし、いい感じいい感じ。あの黒い玉が結構うざいね。どういった?そっちね。悪夢ナイス、キャンセル。チャンスチャンス。流れ。猿行け。あ、必殺技ある。ウッキー必殺技取って。よし、ビーストシャウト、いけ、叫べ。いったか。91あんま食らわないな。やばい、逆恨みだ。守れ。オッケー、戦え。結構弱いぞこいつ。これなら回復しなくてもいけるかもな。 MP が足りないんだよな。でもやばい、悪夢守れ。やばそう、守れ守れ。全体攻撃か。守っても寝ちゃうの。オリバーに戻してアイテムで MP 回復して、一旦これ寝る時間があるから逃げる感じでいく。守る。起きないのかなこれ。オッケー、 MP 回復できる。起きた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 。よし、いけルッチ、殴れ殴れ。いけるだろこれ。やばい、悪夢やばい。やめて、眠らせるのやめて。状態以上結構きついなこれ。でもウッキーでいけんのこれ。寝たら、うわ、でもウッキー防御るかな。いけ、やべ、逆恨みだ。守れ守れ守れ。オッケー、戦え。もうちょっともうちょっと。やばい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 。あー、やばい。アイテムで生き返らせるやつ持ってるよね。1個しかない。オリバー頼む、生き返ってくれ。でアイテムで回復したいね。ここはジューシーサンドで回復して、で一旦ルッチに戻すか。よし、で魔法でいけんじゃないかなこれ。衝撃波、いけ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 る。悪夢守る。やめて、寝ないで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 。よし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 、もういけるだろ、もういけるだろ、もういけるもういける。オッケー、 MP なくても勝っていく。いやこいつはね弱かった、今までのボスからすると。火力がないボスは弱いねやっぱりね。
ありゃ、あいたたたた、俺は一体ナイトメアに取り憑かれたせいでおかしくなっとったんやな。さあ、ボロバイドも返して。うるせえうるせえ、こっちに来るな。お前らに渡すくらいなら、これはもうビリビリに破っちまうぞ。え、ナイトメア倒したのに嫌なやつなんだけど。しずく、どうしよう、まだこの人抜け殻人のままだ。どれどれ、失っとる心は。お、女王と同じ我慢の心や。このおっさん、欲望を抑えきれんかったよな。しょうがないな、それじゃまた我慢の心探そう。でもどこに、クランさんからは一度ももらったし、ここはトレビンレーダーの出番やな。この町くらいならすぐ見つかるやろ。そっか、オリバー、町の中を探してみようよ。うるせえうるせえ、余計なことするんじゃねえよ、ほっといてくれ。はい、というわけで我慢の心ゲットできそうな人物探しましょうか。まあ色がね、緑で表示されるからすぐ見つかるとは思うんですけど、いないですね。いる？緑の人いる？いなくない？中とかにいたりするかな。あ、ここだ、やっぱり合ってた。あ、これはもしかして心の持ち主は町長さん？我慢の心やな。なるほど、確か水着を広めるために何を言われても耐え続けたんやったな。どうされましたかな。おや、水着を着ていないじゃないですか。もう飽きてしまいましたかな。いや、これはその、実は私たちこれから船でレカ大陸に行くの。ほう、船で。なるほど、それで着替えておられたんですな。でも船の許可証を盗まれちゃったんです。それで町長さんにお願いがあって。おお、そうでしたか、それはお気の毒に。それで私にお願いとは何ですかな。大抵のことなら何でも耐えられますぞ。耐えられるってなんだ。お願い聞いてくれるんじゃなくて耐えてくれるんだね。ありがとうございます、町長さん。僕たちある人を助けたいんです。おお、人助けですか、立派なことだ。でもそのためには町長さんの力が必要なんです。私の力？はい、心を失った人を魔法で救いたくて。何？抜け殻人がこの町に？なんや、抜け殻人を知っとるんか。なら話は早い。この少年はこう見えて魔法使いなんや。その抜け殻人を救うことができる。なんと。我慢の心を失ってしまっている人がいるんです。町長さんの根気強いその心、分けてもらえませんか？うむ、いささか驚いたが、もちろん喜んで。私にできることなら何でも言っておくれ。やった、ありがとうございます。よっしゃ、やったれオリバー。じゃあハートピースで集めていきましょうか。よし、これでね、船にも無事乗れそうですね。まあ2波乱ぐらい船に乗るまでありましたけども、まあさすがにこれで乗れるでしょう。うん、不思議なものだね。すっと胸が軽くなるような気がしたよ。これで私の心というのは分けてあげられたのかな。はい、よし、オリバー、あの困ったおっさんを助けるで。うん、町長さん、ありがとうございました。うむ、またビッキーに来ておくれよ。その時はもちろん水着でな。しつこいおっさんだ。そういえば宿屋に来るの初めてだな。あ、宝箱もあるし。すっきりコーヒー、マイルドチョコ。そういえば泊まるとなんかページ増えるんだったよね。泊まっていこっか、お金もったいないけど。ほら、新しいページ来たよ。ほら、幻の大地。まあ各町の宿はね、一回は泊まった方がいいような気がしますね。うん、まあページが増えると何があるか分かんないんだけど。じゃあ早速言いましょうか、船の元に。あの泥棒のおじさんの心をね、取り戻してあげましょう。さあ行きましょう。ちっ、ほっとけって言ったろうがよ。ああ、ほんまろくでもないおっさんやな。オリバー、ガツンと言ったれ。ガツンとハートキワ。我慢、これでいいのかな。あ、光った。さあ、これで目の色も元に戻るんでしょうかね。な、お前ら何したんだ。ブロマイド持ってる。
なんだよ、どうせただの肖像画だろうが、そんなにムキになんなよ。それは大事なものなんだ。そっちこそなんでそんなもの盗むんだよ。こんなものが出回ってると少々都合が悪くてな。じゃあ分かった、こうしよう、俺が金で買ってやる、それでいいだろ。ダメだ、絶対売れない、それは必要なんだ。おお、どう必要なのか話してみろよ。話したら返してくれるの？さあどうかな。嫌な音だな。これは賢者様なんだ、この人に会いに行くんだ、ジャブを倒すために。おい、お前今なんて言った？ジャブを倒すんだよ、みんなの力で。賢者様に大きな魔法の力を学ぶためにやな、このオリバーは頑張っとるっちゅうわけや。さあ話したよ、返して。めっちゃ笑ってるよ。お前たちがジャブを倒すで、このハンサム賢者様を本気で協力させようってのか？うん、絶対に協力してもらう。バカかお前は、どこから来んだよその根拠のない自信は。よ、今この世界にジャボーに歯向かおうってやつはいない。きっとあいつだって。え、あ、いや、とにかくそんなのは無理だよ。可能性あると思う。何？オリバーは私の父ソロンを目覚めさせてくれた、そして私も。ソロン？まさかあの大賢者のソロンか？ソロンは今や本気でジャボーと戦おうとしてるんやで。本当か？ソロンは？本当だよ。まあいい、騙してばっかだったからな、たまには騙されてみるとするか。案内してやるよ、そいつのところにな。え、知ってるの？ああ、ちょっとな。すごい、ありがとう。ラッキーだったね。でも信じていいのかな。ジャイロだ、ジャイロ少年、よろしく。ジャイロ、名前かっこいいな。少年じゃない、オリバーだ。おっと、そうだったな。じゃあよろしく頼むよ、オリバー。私はマル、大妖精のしずくや。じゃあいよいよ出航だね。オリバー、なんかワクワクするね。よし、じゃあ挨拶がてら見せてやるか、出てきな。え、まさかイマージェンいる？あ、いた！なんか強そうなんだけど。こいつが俺のイマージェンさ、強そう。え、イマージェン使いだったの？おっさんでも使えるんだね。あ、まさかそれも盗んだんじゃ。ちげえよ、こいつは正真正銘俺のイマージェンだって。ほら、戦力は多い方がいいだろ、な。おー、仲間になった、3人目の仲間だ。これで操作がまた一段と複雑化しますね。なんか怪しいな、ジャイロって一体何者？でもすごいよ、これで旅も楽になるよね。おいおい、イマージェンくらいで驚くなって。じゃあ特別にこいつも見せてやる。そうだな、なになに。おっと、ちょうどいいところにお宝発見だぜ。おいオリバー、あの宝箱に回り込んで近づいてみろよ。そしてこの場所から宝箱を狙ってほしいと思う場所で合図しな。俺の華麗な技を見せてやるぜ。なになになに。え、あの緑の宝箱取れるの？え、マジ？ちょっと行ってみましょうか。回り込んで どこに行けばいいの？え、どこに行けばいいのこれ。え、あ、ここで行けるの？よし、見てろ。おお、何それ、それ何？見てみろ、あんな離れた場所にお宝見つけたらお前たちはどうしようもねえよな。そんな時は俺のピッキングガンの出番だ。ピッキングガン、 R スティックで狙いを定めて A で撃てば100発100中だぜ。何、宝箱なんて逃げもしねえ、この俺にとっちゃ楽勝ってもんさ。じゃあ早速行くぜ。行こうぜ。あ、こうやって狙うんだね。 A、 それ、おお、火の玉ジュエル、何それ。うわ、すごいだろ。近づいてガチャガチャ開けてらんねえよ。プロは遠くから華麗に狙い撃ち、スマートにお宝ゲットさ。もう何のプロなんだか。いやいや、心強い仲間が増えたやないか。おーい、もう船を出そう、急げー。
あ、はい。じゃあみんな行こう。うん、やれやれ。じゃあそろそろ行くか。よし、出港や。じゃあ一旦この辺でちょっとセーブしておきましょうか。